チャンネル登録、コメント、励みになります。お待ちしています。歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが13日と14日に自身のアメブロを更新。息子勸玄君に指摘されて悲しかったことを綴っておられます。13日のブログで團十郎さんはヘッドホンを着用しパソコンに向かう勸玄君の姿を公開。終えて寝ましょうと勸玄君に呼びかけていました。続けて14日に更新したブログでは、昨晩はゲーム遅くまでしてましたと明かし、ゲームについてカンカンに結構指摘され悲しんでましたと勸玄君から指摘されたことを報告。しばらくやめようかなゲームわらと綴り、ブログを締めくくっておられます。この投稿に読者からは、珍しい風景、勸玄君にはかなわないですね、今のゲームはなかなかついていけないですよね、などのコメントが寄せられています。勸玄君すごいですね、團十郎さんもすでについていけないのでしょうか、子供さんにはかなわないですね、團十郎さんにも応援したいです。チャンネル登録、コメント、励みになります。お待ちしています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。